Representing Japan, Mao Asada. 現時点で日本の鈴木明子はトップ。さあそんな中、ショートプログラム3位からの巻き返しを図ります。日本代表として出場が叶う試合は全部勝つ。グランプリファイナル出場を逃した悔しさを強いハートとモチベーションの高さで果たした全日本選手権4連覇から、最大ライバルのホーム韓国で過去2戦2勝、そんな実績を、そして負けを知らない浅田真央の戦いが始まります。オリンピック前の最後の4分間です。まずは何といっても最初のトリプルアクセル。これは高さがありましたね。綺麗に決まりました。見事に決めてくれました。さあそして続けて今度はトリプルアクセルからのコンビネーション、いくのかどうか。踏み切りまでのこの助走の入り方にも一つ注目です。来ましたね、やってのけた。トリプルフリップ、単独にしましたね。予定ではこの後ダブルループをつける予定でしたけれども、単独の3回転ジャンプ。もう一度トリプルフリップ、ダブルループ、ダブルループ。トリプルトーループ。ダブルアクセル。3連続のジャンプ、高さが変わりませんね。19歳にしてすでに学んでいる不撓不屈、決して諦めることのない浅田真央の戦いは
見事に序盤のトリプルアクセル2発、ここから全てを貫き通してみせました。しかもこの鐘の余韻はライバルたちも打ち震える。ショートプログラムまさかの展開から、いやー、この何とも言えないほっとした表情の浅田の演技でした、そうですね、本当にこう会場全体が息を詰めてぐわーっとその浅田選手の演技に入り込んでいくっていう、そんな空気でしたよね。成功した直後の方が逆に静まり返っていきました。緊張感が高まっていきましたね、はい、いやもう本当にそれだけこの鐘も浅田選手が自身がこの曲を引っ張っているというのがさらに全日本以降この試合でも感じられましたね。最初のトリプルアクセルはこれは間違いなくトリプルアクセルと認定されると思います、はい、ここから見てますと完璧に回っていたと思うんですけれどもね、はい、これジャッジの前での一番最初のトリプルアクセルだと思うんですが、そしてこれが2回目のトリプルアクセルですね。どうですかね、回ってていいと思うんですけれども、ちょっとその後のダブルトーループの方が少し回転が足りないかなと思うんですけれども、ただやはりこの着氷したということに意味がありますので、まあそうですよね、はい、でやはり浅田選手あのトリプルアクセルのコンビネーションが終わってから、はい、エンジンがかかってきたなというかスイッチが入ったなというのが、どんどんスピードも出てきましたし、はいはいはい、そういった意味であとは落ち着いて自分の世界に入っていけていたと思うので、そして最後のストレートラインステップも、はい、本当にこう全部の全体を使って迫力のあるステップを踏めていたと思いますね、はい、集中力と緊張感にあふれた4分間でした。さあそして今回も残念ながらタチアナ・タワソワコーチは体調が思わしくなく帯同できません。ザンナ・ホレアシスタントコーチと迎えるキス&フライです。프리스케이팅점수입니다일본의마오아사다선수는프리스케이팅에서자신의시즌최고점수를선수先に点数が出ました。프리스케이팅 126.74 今シーズンの戦いの中ではもちろん世界に示したシーズンベスト。トリプルアクセルは2つとも認定されていますね。大丈夫ですね、はい、ちょっと後のダブルが回転不足を捉えてしまっていますけれども、でもスピンとスパイラルでは全てレベル4を取れていると思うので、そしてもちろん 183.96 現時点で日本ワンツー浅田真央トップです。